はい、こんにちは、ミッドウェストの村井です。みさきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はリック・オーエンスの、まあ、パンツ特集みたいな感じですね。クロップトパンツを2本ご紹介。そうですね。あの前は何にご紹介したんでしょう。カーゴジョグはあの僕と佐藤くんであのご紹介したので、今回はクロップドのちょっと大人っぽいバランス。夏です。そうですね、まあ、春夏らしい、少しこう軽めのスタイリングにはなるんですけど、まあ、ポッツももう持ってて、カーゴジョグももうこれまで買ってて、はい、ちょっと今回のジッパーもののポケットじゃないやつでリックいいのないかなっていう方とか。そうですね、あの黒のいいパンツないかなっていう、やっぱリックのパンツはもうめっちゃかっこいいんで、うん、そうですね、本当リック全身で合わせるのがもちろんかっこいいんですけど、単体ものとして見てもすごい完成度やっぱり高いですもんね。黒無地でこうこんなにやってる、はい、続いてるブランド正直ないですから。みんな潰れちゃいましたから、黒だけのブランドは、ね、まあ変なブランドに変わったりとかそうです、ね、してるんで、まあ、ここだけは続けていけてるっていうぐらいの、うん、そうですね、良さがあるので、うん、まあ、カラーパレットの良さもあるブランドですけど、やっぱり黒が一番なんか重厚感もあって落ち着くというか、リック・オーエンスだとっていうところで、まあ2スタイルご紹介していきたいと思うので、早速いってみましょうか。はい、はい、はい、かっこいい。ということでかっこいいっす。もう、うん、文句なしにかっこいいんで、うん、言うことないんですけど、今回はまあこのテーラーとかよりもあのパンツにフォーカスしてご紹介したいなと思うので、これがあの今回初めて出ましたテクアトルクロプトです。はい、まあ、ジッパー付きのクロプトパンツで、まあ後からあの村井君が履いてくるアステアのクロプトの細身のバージョンもあるんですけど、最近あのリックで出してるこのカールオフ、これをもうちょっとスリムにしたようなタイプになるので、あ、動きの中でものすごくこううまく出てるかわかんないんですけど、太いのは太いですけど、中太ストレートなんですけど、このフレア感というかね、あ、そうですよね、膝に引っかかった時のフレアが非常に出るので、今ヒールブーツとかこういうボゾだとか、うん、またあの少しあのチャンキー系のブーツとの相性が抜群にいいです。もちろんあのスニーカーでちょっと下げ気味にリラックスパンツで履いてもらってもいいんですけど、やっぱこのセクシーさがあるところが一番のいいですね、うん、でもお尻はもうだんだん履きやすいです。そうですよね、これぐらいの落ち感だと全然取り入れやすいと思うんで、ね、これ良いです、まあ、はい、こういうタイプと、あとものすごい前もご紹介させてもらったあのすっごい太いジャンボベラっていうこのモデルがあるっていうような、今まあスリムがあってこのぐらいのストレートがあって太いのがあって、あとこうベーシックにあのスーツっぽいやつがあるみたいなパンツのバリエーションでご紹介できるんですよ、うん、でおすすめはやっぱこう、まあ、ショートもありますけどテーラー、もう本人ももう難関の時は絶対この JMF 着てるので、うん、まあ、今は冬だからロングで合わせてますけど、あのこの丈になってくると思いますから、ぜひこれで合わせてみてはいかがでしょうか。素材はあの新素材です。コットンストレッチのものすごい打ち込みいいんで、薄地ですけど夏履いてもらっても大丈夫ですけど、あの全然重くないです、うん、TE よりも断然履きやすいんで超おすすめの素材となっております、まあ、素材は値段8万税込みで着るぐらいになってますんで、そうですね、いつも通りぐらいですから、はい、ぜひこちらテクアトルクロプト、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ続いて村井のスタイリングいってみたいと思います。はい、はい、自分は溜めたなぁ、はい、もうちょっと水崎さんのようにスリムなタイプですね。ドローストリングアステアクロップ用、素材は同じですね、 P っていう表記の、まあ、ライトなコットンですね。ここのいつも の、 あのワードログ素材の TE だともうちょっとずっしりくるんですけど、より春夏ライクな、いいよね、シアーとまではいかないですけど、なんかこうでも全然今履けますよ、はい、もう全然透け感はないんで、うん、これやっぱいい、これもいいですね。でさっきのよりもスラックス仕立てですね、このセンタープレスも入ってやってみましょうか、はい、ヒップラインがまたスッキリしますんで、だいぶそうですね、大人の方に一番定評ありますね、うん、あります、この辺で、まあ
今季のリックらしくいくならやっぱりこのラリーシャツ。イエス。うん、なんかリックだったらレザーとかムートンとかこう重厚感のあるアイテムがフューチャーされてましたけど、ここ最近はちょっと軽いアイテム、これにまた冬ダウンをレイヤードしていただけると、うん、リックさん自身も最近これをよく着てますよね。あ、そう。これに上を重ねるとか、うん、すごいマルチにレイヤードできるアイテムなので、これもおすすめですね。でパンツに関しては、まあ、僕が履くとこのくるぶしぐらいの綺麗な首丈になるんですけど、結構ハイウエストですか？いや普通ぐらいですね、そんな上げてはないんで。でもこう割とこの折って履くのも可愛いです、これぐらいで。まあね、うん、もうあともクロップとモノダウンでもうそこは、まあ、そこはもうテンションでちょっと調整していただけるとっていうところで、まあ藤崎さんはブーツで合わせましたけど、やっぱりこの大人のスタイルいいですよね、クロップドにボートスニーカー、はい、いいです、うん、はい、ボートもまたちょっとお休みしたりするんで、はい、これ藤崎さんの私物ですけど、まあ履き込んできたこのエイジングもかなりいいと思うので、うん、サラダとこれぐらいですけど、はい、はい、っていうような感じのスタイリングです。はい、まあこれからショーツ系リックポッツとか、はい、ポッツのあのポケットついてるコンキラッシュアイテムも出てくるんで、その辺もまたご紹介できればなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。